探偵クラブ部長吉野直美、あんたや。ちょっとなんで私なのよ。待て、服部、その人は犯人なんかじゃない。何？お前、俺の推理が間違っとるよんか。ああ、残念だがな。ほな、お前は一体誰が真犯人やっちゅうねん。真犯人は、そう、あの人。なんやて？結局、工藤の言う通りやった。次の瞬間、なんとそいつは自首してきよったんや。しかも検証の結果、全ての犯行がそいつの仕業であると判明。つまり俺の推理は全く外れとったっちゅうわけやな。残念やけど今回は乾杯や。西の名探偵やなんて口に出すんも恥ずかしいで。